はい、池田純次です。それでは iPad Playgrounds で Swift UI View を試そう、その2になります。よろしくお願いします。こちらのセッションは、その1、引き続いてなんですけれども、 WWDC20 今年のセッションですね。こちらで Build a Swift UI View in Swift Playgrounds というのがありまして、WWDC にしては珍しく現状のOS、iPadOS、そして現状の、iPad Playgrounds で実際に試すことができると、そういう思考でやってました。で、前回のはもう本当に、前回のっていうのはその1の時はですね、セッションに沿ったもので説明したんですが、それと同様なことでですね、Swift UI の、カスタムビューですね、マップキット、ウェブキット、ペンシルキット、これを簡単に、組み込んで、さらにそれを組み合わせて使えるんだというところを、デモご覧になっていただきたいというふうに思います。はい、それではプレイグラウンドですね。で、プレイグラウンドのこの、ファイル、プレイグラウンドブック、こちらの方、販売もしてるんですけれども、今回のセッション用にですね、必ずしもこれなくても、この動画見ていただければ、順番に打ち込んでいけば体験できると思いますので、あれば便利なところもありますので、こちらの動画を見た上でですね、必要だと思った方は入手いただければと思います。で、今お持ちの方はですね、説明しながらやりますので、有効にご利用いただけると思います。はい、それではまずはじめにということで、概要のところはもう書いてあります通りですし、使い方ですので簡単に説明させていただきます。この画面の iPad の画面の一番上ですね、ここのところがタップするとメニューっていうよりは目次ですね、このプレイグラウンドブックの目次になってまして、1-1、1-2、2、3-1、3-2というふうになってまして、私のやってるセッションどれでも同じなんですけれども、1-1と1-2がセットになってて、4-1と4-2がセットになっていると。例えばこの4-1のところでしたら、地図の機能を試すっていうのはこの3のところでまで進んだもの、それをベースにしてまた新しくコードをプラスして機能を追加したり、いろいろ体験したりするという思考になってます。で、慣れてない方、私も慣れていても同じでも同じなんですけれども、打ち間違いとかですね、勘違いでうまくコードが動かない場合があります。それで手順を追って少しずつ間違いを修正しながらやっていこうというふうにこのブック作ってるんですけれども、その各段階でそこまで進んだコーディング例ですね、こちらをご覧になれ、なれるように作ってありますので、例えばこの 3-1 あるいは 4-1 で機能を追加してどうしてもうまくいかないという時は、それと組になった2の方を見ていただくと、そこでやるべきものがですね、分かりますので参考にしていただければというふうに思います。はい、で、あと今ストリーミングで言いますか、オンラインで見やすいように活字フォントですね、大きくしてるんですが、これはこれですね、テキストサイズをこう変えられるようになってますので、今ちょっととりあえずこう大きくしてやってます。で、これについてはその1の方でですね、どういうふうに設定するかっていうのを、話してますので、もしそちら見てない方でご興味のある方はその1の方の動画でですね、ご確認いただければというふうに思います。で、今日実際に作っていくもの、どういうものができるのかと体験しながらですね、こちらはこのページ、はじめにの右下、コードを実行ですね、これをタップしていただくとコードが実行されて、右上に地図、左上にブラウザ、で、この部分にですね、ペンシルキット、ペンシルキットっていう名前ついてますが、必ずしもアップルペンシルじゃなくて、今指で触りますが、手書きでですね、こう書くことができます。で、取り消し。あ、こっちの方で。取り消し。で、戻すと。で、さらに、例えば、書き足す。3、4。で、取り消し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 。戻す、戻す、戻す、戻す。ということで、undo もですね、非常に簡単に組み込めます。で、こちらはこう地図ですよね。この地図。で、これがフライオーバー。サテライトフライオーバー、これも簡単に、できます。ちょうどここがこの真ん中、これ創生スクエアですね、札幌創生スクエアで、これもうちょっと
こっちか、こうですね、これが札幌のテレビ塔ですね、結界に置きます。これも非常に簡単に作れます。でこのブラウザの方も普通に検索することができます。タップして、例えばモサというふうに入れると、ここに、モサマルチ OS ソフトウェア、モサはプログラミングに興味のあるというふうに普通にこれブラウザとして使えます。だから、まあ、あのブラウザで調べたり地図で、あちらこちら見たりで、そのデータをですね、データなりメモなりをここにメモ、ここをかけるというような、まあ、そういう思考のものを、簡単に作れますよということで進める内容になってます。それではもうあれですね、時間もあれですので、早速始めさせていただきましょう。最初は 1-1 UI ビューリプレゼンタブルを試すということで、まあ、今日はですね、すべてこの UI ビューリプレゼンタブルっていうのを使うんですけれども、この Swift UI、プレイグラウンドサポート Swift UI、とそれと構造体ストラクトでコンテントビュー、それからここのストラクト、この部分ですね、この部分でこの、表示用のビューを返すんですけれども、その表示用のビューをどこに表示するのかっていうふうに設定して指定しているのがプレイグラウンドページ、カレント、セットライブビューという構造で、Swift UI で何らかのものをディスプレイに表示する最小限の状態になってます。でここでは UI ビューを試すということで、とりあえずこのテキストでですね、 UI ビューを試すという文字を表示するようにしている、これをベースにしてこのまま進めていきます。ですのでこれをコードを実行してあげると、UI ビューを試すという文字がここに出ると。でテキストで UI ビューを試すというふうにしただけで、この真ん中ですね、 縦方向の真ん中、横方向の真ん中で、さらに画面を大きくしてあげても、真ん中に必ず来るということが、特にこのコードの中でですね、このコードの中でそういう指示はしてないんですけれども、裏側でですね、 Swift UI が、そういうふうにするとデフォルトでという仕組みになっているということです。でここで、もうあのちょっと今日40分の割にはてんこ盛りなもんですから、どんどん進めていきますけれども、この構造ストラクト、コンテントビュー、ビュー、これが基本単位です。ですのでここもここに UI ビューを試すというのをここに作ってですね、それをテキストの代わりに埋め込むという形でいきます。でどうしてそういう形にするかというと、一つ戻って、これでこれも一つのビュー、 Google の検索ウェブブラウザですね。でこちらの地図も一つのビューで、ここの手書きの部分も一つのビューということで、ビューを3つ用意して、そしてこの中に入れてあげることによって、非常に簡単にですね、先ほどの、組み合わさった、アプリのようなものができるということで、全部この中に書かないで、別々に作ることによって、他のアプリとか他のプログラムで使う場合にも汎用性が、担保されるということになります。はい、で繰り返しになりますけれども、このビューの形はですね、構造体でビューということで、同じようにスッとラまで入れると2番目にコード保管出ますから、ストラクトと入れます。で名前は何でもいいんですけれども、まあ、 分かりやすいように My UI View というふうにしてあげます。で一つ前 の基本的なところではビューだったんですけれども、この既存のビューを使うっていう時にはですね、 UI View、そうすると3番目に UI View Representable 出てますけれども、 UI View Representable ということで進めます。でそうするとここでエラーっていうか、そうですね、エラー、表示が出ます。でこれ中見てあげると、よいしょ、UI ビュー Representable というものを使うんであれば、中に最低限書くお約束がいくつかありまして、それがこう書かれていませんよということになっているんですね。ですのでこれ修正っていうのを入れてあげると、この My UI View っていうのはどういうタイプのものなんですか、それをまあ指定してくださいっていうことなので、ここではここで UI View を試すって書いてます通り UI View になりますね。よいしょ。ですのでここは UI View ということになります。でそうすると今のが消えて、
今度また新しいアラートが出てるので、これを上げるとこの2つ、メイク UI ビューっていうのとアップデート UI ビューという、これを2つ作って入れてねということになります。でここではメイク UI ビューっていうのはこのビューを作る方、アップデート UI ビューっていうのは、再描画が必要になった時に何をするかというのを書く方と。で今回は特にここの部分、アップデートに関しては特に新しいことをやる予定がないので、何もせずにリターンで返しますですね。そして今度はこちらの方、 UI ビュー自体を作らなければなりませんから、ここではレッドビューとして、で UI ビューですね。そして、これでリターン、コード保管でリターンで、ここでビューを作ってて最後に UI ビューを返しますから、ここはビューということになります。でこれでコードを実行しても、ここはですね、まだテキストのままですから何も変わらないので、これを書き換える必要がありますね。これを今作った my まで入れるともう my UI ビューですかって聞いてくるので、そうですよっていうことで my UI ビューというふうにしてあげます。よいしょ、はい、これで全部エラーが消えました。でこれでこのプログラムを、コードを動かすと、my UI ビューというものを作って、それが表示されると。ただ my UI ビューっていうのを作っただけで表示するものが特にないので、これはこう実行してもですね、ただ白いものが出るだけということになります。でこれだと本当にできたんだか、よくわからないので、それで代わりにですね、このビューのバックグラウンド、バックって入れるとバックグラウンドカラー候補こう保管出ますから、バックグラウンドカラーにして、で、イコールで UI カラーですね、色を決めなんか入れてねっていうことで、例えばこれレッドというふうに入れてあげると、そうすると UI ビューを作ってそのバックグラウンドに赤を入れて、背景色を赤にしたビューが返されるということになるので、コードを実行するとバックグラウンドが真っ赤なものが出てくると。ここで例えばオレンジですね、オレンジにしてあげればオレンジと、あんま違いが分かりにくいですね。じゃあシアンということですね。はい、これで、まず一番単純な例として、このコンテントビューの、ボディの中のサムビューのこの中身ですね、最初はこのテキスト UI ビューを試すということでしたけれども、UI ビューを返す My UI ビューというものを作って、でそれのバックグラウンドカラーを設定してあげると、UI ビューというもので表示されるということがここでお分かりになったと思います。で最初になんでこれ UI ビューでやったかって言いますと、このあと Web ビューとかマップキットのビューですとか、ペンシルキット手書きのビューをやっていくんですけれども、基本的にはですね、全部あの UI ビューと、の仲間って言いますか、派生ですねになりますので、それでまあ元になっている UI ビューっていう一番ベーシックなものをこちらでまず最初に紹介したということになりますですね。はい、で今ちょっとこの文字をフォントを大きくしてますからですけれども、ここまあ普通って言いますか、私普段これぐらいの大きさでやってるんですね。そうするともう1ページ以下程度の、こういう程度のもので、この UI ビューというものは Swift UI の中で使えるようになってますよということになります。はい、で今もしあのプレイグラウンドブックをお持ちの方で、ちょっとなんかうまくいかないよっていう時はこの2の方を見ていただければわかります。それでは作る手順になります。 iPad でカスタムビューの組み合わせを試すになります。でこの3,4,5,6,7がこちらのですね、3-1、3-2、4と、それぞれ、まあ、組になってるって言いますかね、流れになってますので、この流れに沿って少しずつやっていくことで、最終的には3つを組み合わせたものができると。で今一つ前のところでお見せした時には、左上にブラウザがあって、右上にマップがあって、下のところ下半分にですね、手書きのがありましたけれども、まずは今作っていくのはもう少し単純にですね、
動かす例ですけど、上にブラウザ、真ん中に地図で、下に、手書きと、この手書きで書ける。で地図もこう拡大縮小、それから東西の回転で、ここも当然検索、できるというふうになってますね。はい、ね、ちなみにこの、ブラウザのところは、こういう基本的な機能はですね、もう最初から特にこれをコーディングしなくてもこの拡大これできるようになってます。流れとしてはこの通りですね。最初にマップキットを試して、でそのマップキットの地図の機能ちょっと拡張っていうのを試します。でブラウザを試します。で手書き、ペンシルキットフレームワーク、名前はペンシルキットになってますけれども、これ手書きもそのまま使えます。でその今まで作ったもの3つ、マップとブラウザと手書き、これを組み合わせて今の形にすると。でその後に、付録と、追加のところはですね、コードだけ、全部のここまでのコードをまとめて書いてありますので、いろいろコードを書き換えるとかして試すことができると思います。このプレイグラウンドブックをお持ちじゃない方も、自分で作ったものでここまで進めばですね、全く同じようにできますので、ぜひいろいろ試してみるというのは面白いんじゃないかなと思います。それでは続けて 3-1 Swift UI、基本形に地図をセットしますということで、今ちょっとこのどれぐらいの分量を入れるかっていうのでちょっと多めに開けてるんですが、下の方にはプレイグラウンドカレントセットライブビューコンテンツビューということで、ここに書いたものを iPad プレイグラウンドの、ライブビューに出しますよということで、これさっきのと同じようにですね、これから地図を試すので、テキストで地図を試すとなってます。ですのでここで動かすと地図を試すというのがまあ出る、そういう状態ですね。でこれの代わりにマイマップビューというのを作りましょうと。でストラクトですから ST って入れると、ストラクトでマイマップビューという名前で、で UI ビューリプレゼンタブルと、こう入れてあげます。で中身を書くのに、これも繰り返しになりますけれども、エラーが出るから一つ入れてあげると。でこれでもまだエラーが出るから、あこれ今入れたばっかりですからダメですね、一つ戻って、今度は何にするかっていうと、マップキットマップビューで、これでエラーが出ますよね。どうしてかっていうと、これからマップキットを使おうとしてるのに、ここにですねインポートしてませんでしたね。インポート、ここでマップキットですね、地図使うからマップキットっていうのを入れなきゃダメです。でマップキット入れたから、これ出ましたけれども、今度は、関数、基本的な関数2つ足りませんよということで出ました。ここに対してこの MK マップビューっていうのに対して、さっきエラー出てたのはこのインポートマップキットで消えたと、そして今度はこの基本的な関数2つ、これがないのでエラーが出たのを、修正を使ってですね自動で追加して入れたということになります。でここでも先ほどの UI ビューの時と同じように、アップデートの時に特にカスタマイズして返すということをとりあえず今しないので、ここはただ黙ってリターンで返します。でこちらでは、UI ビュー、このマイマップビュー、これを返さなきゃいけませんから、ここではレッドでビューを作って、それは MK マップビュー、これですね、 MK マップビューというふうに作ると。そしてこれを返さなきゃいけませんから、リターンで、私も出てますね、リターンでビューすると。でこれでエラーが消えました。はい、でこの状態でこのテキストをコメントアウトして、マイ、もうマイまで入れるとマイマップビューで出ますから、マイマップビューでカッコとですね、これでマイマップビューっていう MK マップビューのビューを変えてくるので、それを表示するという、そういうコードになりました。でこれでコードを実行してみましょう。はい、コードを実行です。そうすると地図が出ます。でこれは今2本指でこう動かすと、例えば札幌だったらですね、この指で触って動かすとかというの、あと回すとかですね、
こういう機能はですね、ダブルタップすると拡大していくとかっていう機能はこちらの方に書いてないんですけれども、それはコーディングしなくても、基本的なそういうお約束のことはですね、自動で全部対応してくれるということになります。ですので、コンテンツビューとしてこのさっきテキストを表示してたところにマイマップビューっていうのをまあ入れて、でそのマイマップビューっていうのは UI ビューリープレゼンタブルで、MK マップビューというものを、作る構造体ですよと、の表示を作る構造体ですよというのに指定した上で、メイク UI ビューとアップデート UI ビューという必須の関数をですね、必要な分、まあ必要な分というかこれはリターン返すだけですし、こっちはマップビュー作って返してるだけですけれども、それを書いてあげることによってもうコードを実行すれば、地図が出るということになります。こう、まあ、その全部自動でいきますね。はい、よしと、それではちょっと続けて、地図を試すですね。あ、でもし何か動かないときはですね、この 3-2 の方を見ていただければ、コーディング例書いてありますので、見比べてください。はい、では続けていきます。 4-1 地図の機能を試すの中で今度はあの拡張をします。これが先ほどのそのままですね、 3-1、3-2 でやったものの状態です。で地図ですとやっぱりあの一体どこなのか、例えば創生スクエアのこの、会場ですね、指定するということになると、まあいろいろやり方あるんですけれども、とりあえず今日のところは指定した緯度経度のところが表示するとデフォルトでですね、それをどういうふうにするのかっていうのをプログラミングしていきます。でこれは、アップデート UI ビューの方に書いていきます。でこれはちょっとあれかな、書ききれるかな、今字を最大にしているのでちょっとだけちっちゃくします。はい、よしと、それではまあこれお決まりですのでこういうものですよというふうに、ここのこのコーディネートって入れてますけれども、これは別に何でも構いません。例えばコーディネートじゃちょっと長いって言うんだったら CD もいいですね、コーディネートって意味で。で CL ロケーション、ロケーショナ、 CL ロケーションコーディネートまでいくといいかの 2D、 これですね。でそうすると緯度経度ラティチュード ロンギチュードっていうんですかねを入れるってことになってます。でこれは創生スクエアの場所はですね、まあ Google マップなり何なりで調べていただくのが一番早いと思うんですけれども、これはもうベタ打ちするしかとりあえず今回の場合はありません。 43.063116、そしてこちらが 141.355514、これで緯度経度の指定ができたと。そして今度はその地図のですね、拡大縮小、最初にどれぐらいの大きさで出すかっていうのをこれも指定できます。これ、まあ、仮にスパンとしてイコール MK コーディネートスパン、2番目になりますね、とスパンでこれもよいしょですね、 0.02 というふうにちょっととりあえず後で数字を変えるとどうなるかを見ていただけると、試していただくと実感湧くと思いますので、今ちょっととりあえずこの数字を入れておきます。で表示範囲をですね、リージョンということで指定し、変数で MK コーディネートリージョンコード保管ですね。でこれはよいしょ、これでいいのかな、よいしょ、こっちか、こっちでいいね、より簡易的な方を使います。でコーディネート 2D っていうのはここですよね、これここで緯度経度指定してますから、それは CD でしましたよと。でスパンの方はここでですね、スパン
MK コーディネートスパンというのをやってますから、ここにはですからスパンが入ると、あ、コード保管出ますね、スパンが入ると。でこれで緯度経度と表示領域の指定ができたと。で今度はこの UI ビューアップデートですから、アップデートするものは UI ビューっていうここので返ってきてますから、この UI ビューのセットリージョンっていう風にしてあげて、このは上で変数じゃないな、定数か、リージョンですね。でアニメーテドもこれも true にしてあげると。で true と false でどういう風に変わるのかっていうのはですね、あの実際にご自身で試された方が分かりやすいと思います。で地図のタイプを指定しないと、さっきのように単なる普通の地図で、あの札幌とかって字が出てましたけれども、例えばここで UI ビューのマップタイプ、これを MK マップタイプで、ここまでいくと、これハイブリッドとかですね、ハイブリッドフライオーバーとかいろいろありますので、まあ、例えばここではハイブリッドっていうふうにしてみましょうか。はい、でこれで最初にこの緯度経度の場所、それから表示領域、そして地図の種類はハイブリッドということで指定しましたので、コードを実行してみましょう。はい、さっきは日本列島がボンと出てきましたけれども、ですから拡大縮小率がですね、今度は札幌市で、これだど真ん中がだからきっと創生スクエアになってるんだと思うんですけどね、指定したんですからね、うん、そうですね。でハイブリッドっていう地図は衛星写真の上に道路と、それからあの文字でですね、地図の名前がまあ表示されているということになります。ですから例えばここをハイブリッドじゃなくて、ハイブリッドじゃなくてフライオーバーにしますか。フライオーバー、あ、サテライトフライオーバーか、サテライトフライオーバーにしてあげると、こうですね、2本指で動かしてあげると、よいしょ、こういうふうにですね、立体になると。そうですね、よいしょ、ここのところでサテライトフライオーバーというふうに指定してあげるだけで、立体地図になりますよということになります。はい、でこれもあの 4-2 の方にコーディング例書いてますので、もしうまくいかないようでしたら、まあ、またここにですね、地図の表示タイプ、1,2,3,4,5,6 種類、全部書いてありますので、これもこちら参考にしていただきたいと思います。で今日ちょっとこれ40分枠なので説明しませんので、ここの数字をですね変えると、どういうふうになるか、それはぜひあの試してみていただければと思います。はい、それでは次 5-1 ブラウザを試すです。同じようにこちらプレイグラウンドサポート Swift UI でブラウザを試すというふうに文字になってて、下に、セットライブビューというのが用意してあります。じゃあこのここで、今度はブラウザですね、ブラウザをセットします。これもあの先ほどと同じでですね、やはり、構造としてはストラクト、そしてまあこれもマイウェブビューと、あ、ウェブキットビューと、でこれも UI ビューリプレゼンタブルというふうにしましょう。でまたあれですね、インポートしてないのでエラーが出ますから、今回は先にインポートウェブキットというものを入れておきます。そしてここの入力のとこをするとこれもさっきと同じように、どういうビューを作るんですかということですから、ここは、マイじゃないわ、ウェブキットコード保管使った方がいいですね、やっぱりね、ウェブキットウェブビューと。で必須の関数を自動で入れて、これも埋めてあげると。でアップデートの時はまた特に何もしないので、まずはこうリターンを入れておきます。そしてこれでもですね、ここ、まあ、例えばここをですね、よいしょ、レッドでビューを作って、そのビューはウェブキット
ウェブビューというふうにしてあげて、でこれを返すと、でビューというふうに返してあげるようにすると、もうこれでエラーが出なくて動くようにはなりますので、今度はここをテキストをコメントアウトして、ここで My Web View というふうにしてあげると、これでもう試せる状態になってコードを実行するんですけれども、なんか変なものが入ってた、これ変なのコードが残ってました、これですか、コードを実行するとリターンバリュー、これもちょっと残ってましたね、リターンよいしょ、はい、ウェブキット作ったのがこれですね、ウェブキットウェブビューというものを返されたんですが、何を表示するかっていうのを指定していないので、何も出てないということになります。ですから何らかのページ URL を与えてあげないと、どのページって言いますか、表示するデータがないので今白い状態と、さっきのように地図だととりあえず日本地図を出すということになってたんですけれども、ウェブキットウェブビューの場合は例えば何もしてないときは Apple のページを出すとかというふうには特になっていないということです。ですので URL を指定する必要があると。で if let で URL を指定しましょう。 NSURL というこういう仕組みを、これはお約束ですので、こういうもんだということで理解していただきたいと思います。で開きたいページは別にどこでもいいので https ですね、ワールドワイドウェブアップル .com というふうにしておきますか。で、ここではですね、レッド定数にしてリクエスト NSURL リクエストで URL as URL でビューロードリクエスト、これですね、3番目リクエストを入れると、ビューロードリクエストアズユーアズ URL か URL リクエスト、これで大丈夫かな、あどっかでエラーが出てますね、何のエラーでしょうね、リクエストピュート URL、 あスペルが違う、リクエスト、あやっぱもうコード保管使わなきゃダメですね、はい、これはここのロードのですねところはリクエストというものに NSURL リクエストというものを作ってるんですけれども、この URL リクエストとして、これを設定するという形式にする必要があります。で例えばこのロードのところのヘルプを見てあげると、リクエスト URL リクエストというものを取って、返すということになっています。でさらにロードのメソッドもこちらの方で見ることができるようにはなっていますですね。まあ、ただこれはいろいろ考えても仕方がないので、この様式に従ってですね NSURL で URL を作って、それをリクエストで作って、で URL リクエストしてビューロードに渡してあげると、こういうことに流れがなります。はい、じゃあちょっと見栄えを良くしてこれでコードを実行すると、はい、Apple.com のページを開くように指定したので Apple のページが開いてます。例えばここを Google にしてあげると、よいしょ、 Google のページが開きますですね。ここまでがこのブラウザを試すということになります。はい、それでは、でこれも5の2の方にですね、コーディング例書いてありますので、必要な方はご覧になっていただければと思います。はい、それでは次、6.1、手書き機能を試すということで、こちら続けます。手書き機能を試すのは、ペンシルキットというフレームワークを使います。ですので先ほどまではちょっとインポートするの後にしてましたけれども、先にペンシル、もうペまで入れるとペンシルキットありますね、ペンシルキットで、ペンシルキットで、まあちなみにこれこのまま動かすとここに
手書きを試すというのが出ます。この状態で書いていくと、またストラクト、同じようにストラクト、マイ PK ペンシルキットビューで、これは UI ビュー3番目ですね。 UI ビューにプレゼント、あ、この3番目とかっていうのは大体同じですけど、あのずっと使ってるとコード補完がですね、その人のよく使うものが学習されて変わってくるかもしれないですね。ちょっとそこまで、まだ使い込んでって言いますか、他の人と比べてないのでちょっとわからないんですけれども、となります、はい。で、例によってこのようにまたここに警告出てますから、これ追加してあげると。で、今回はこれそうですね、タイプにペンシルキットキャンバス、ペンシルキットありますね、最初ペンシルキットキャンバスビューっていう風なことを指定してあげます。そうするとまた必須関数が2つ出てきますので、2つ目の方はまた例によって今回ただ返すだけと。で、こちらの方ではもちろん、キャンバスビューを今まで、あ、ここにまずちょっとやってみますか。レッドでキャンバスビュー、キャンバスビューで、これは PK キャンバスビューということになりまして、そして宣言だけしてもこれですね、これこう見ると分かりますけど、関数に戻り値がありませんと。 PK キャンバスビューを返すという関数なのにリターンしてないから、リターンでキャンバスビューですね。で、こういうふうにしてあげると、これでもうですね、あ、ここだ、このテキスト、これを、まあ、コメントアウトじゃなくても消しちゃってもいいんですけど、そしてここは、はい、ここに MyPKView ですね、 MyPKView というのを入れてあげると、そうするとここで MakeUIView のところでペンシルキットキャンバスビューを作って、それを返しただけ、これしか記述したことないんですけれども、これでコードを実行してあげると、もうですね、こうデフォルトではこれ黒なんですね、黒でこの太さでというのがもうデフォルトでセットされているので、これで書ける、手書きが書けるようになるということになります。で、ここにあともうちょっと追加で、このキャンバスビューですね、キャンバスビュー、これのツールというもののところに PK インキングツールで括弧でってあげると、インクタイプを選ぶことができて、その他に色や太さも選ぶことができます。この一番下の左側から2番目、これだとインクタイプだけ選べることになってます。で、その次インクタイプと色と太さも選べるようになってます。だから例えばこれを選んであげると、インクタイプは例えばマーカー、そして色、例えばそれじゃあレッド、太さまあじゃあ3、カラーブルー、太さ例えば6というふうにしてみましょうか。じゃあこれで動かすんとエラーが出た、余分な、あ、これそうですよ、なんか色が2回やるのおかしいなと思いましたもんね、ちょっと入れすぎですね、これはこうだな、うん、これでいいですね。マーカーでカラーがレッドで幅3と、でこれ3ちょっとちっちゃいかもしれないですね。まあやってみましょう。でこれだと、あ、まあまあ感じ、マーカー出てますかね。まあでもこれマーカーだから3よりは多分10とかぐらいの方が、うん、なんとなくちょっとマーカーっぽいですかね。20、うん、この方がマーカーっぽいですかね。レッドを例えばそれじゃあ何ですかね、オレンジだとあんまり色変わらないから、イエローにしてあげるとイエローですね。で、マーカーじゃなくてペンにしてあげて、これをそれじゃあブルーにしますか。
っていうふうにしてあげると行動実行でブルーになるということになります。まああとここはですねペンシルっていうのもあるんですよね。ペンシルで、ペンシルでやってあげると、まあ、こう霞んだ感じになるとということで、よいしょ、はい、ここでキャンバスビューを返すだけだったらデフォルトの黒のペン、そしてキャンバスビューのツールというものに設定してあげるとそのままできるということになります。でこの後の、最後にですねアンドゥとかですね、リドゥ、それを組み込む関係があるのでここでこのレッドキャンバスビューというものをこの外に出しちゃいます。外に出してあげるとこのままで大丈夫かな、大丈夫っぽいですかね。じゃあこれでちょっと動かすと、大丈夫ですね、はい、こういうふうになります。あとは色とかですね、この色とか太さのところで自由にいろいろお試しいただければと思います。はい、じゃあ最後、追加いいですね。はい、それじゃあ最後7ですね、ここで地図を試す、ブラウザを試す、手書きを試すということで、やります。でこの今まで作ったものこれをですねコピーして持ってくれば OK ですので、先ほどはモジュール使ってやりましたけれどもちょっと今回はとりあえずモジュールは自分でぜひお試しいただくということでここにコピーして持ってきます。地図を試すのコーディング例ですよね。だからこっから これですね、これをコピー、そして7の1のここのところにペーストですね。そしてまあ、そうですね。でちょっとズルして最初にもうマップキット、ウェブキット、ペンシルキットっていうふうにこうインポートを私も書いちゃってますからエラー出ませんけど、ここにコピペして持ってきた時にですねこの MK マップビューとかっていうのはエラーが出ることありますけど、それをここのインポートしてないとエラー出ますので、ちょっと今最初からこれお配りしたっていうか購入していただいたプレイグラウンドブックにも入ってますが、自分でやるときは場合によってはこれ入れてないとエラー出るということに、あり得ます。地図でしょ。で、ブラウザを試すですね。ブラウザを試す。これもここを選んで、で、コピー。そして、これですね。この下に、ここにペーストですね。そして、手書き。手書きもコピー7の1、これはここか、そうですね、ここにペースト、これで3つ用意できました。で今のはこれ持ってきて3つ用意しただけですので、ここのですね、今このままやると地図を試す、ブラウザを試す、手書きを試すになってますから、ここを書き換えます。一番上に地図を試すですからマイマップビュー、で次がブラウザを試すですからマイウェブキットビューで、マイペンシル PK ビューですね。こういうふうにしてあげるとマップビュー、ウェブキットビュー、 PK ビューというものが出ると、ここになります。でここは当然手書きでこう書くと、書けるということになります。これでですね実際に iPad Swift Playgrounds にそれぞれカスタムビューを作って、そのカスタムビューは、コンテンツビューなどのですね、まとめるものを作ってあげて、それを表示するようにしてあげれば変えられるということになります。でこれ例えばこれちょっと非常に見にくくなりますから実用性全然ないですけど、エッジスタックに変える、要するに V スタックだから今縦方向に並びましたけれども、これ H スタックに変えてあげればこう縦にですね3つこういうふうになりますし、あと一番最初の例だとここを V スタックにして
で、この2つですね、この2つ、この2つをエッジスタックにしたんですね。エッジスタックで、エッジスタックにしてあげて、これをこうか、こうするとマイマップビューが左で、マイウェブキットビューが右側で、でそれが上半分と、で下半分はペンシルキットビューと、最初に作った、あ、逆か、最初のは右左逆ですね。これ右左逆っていうことは、これとこれをコピペして入れ替えてあげると、そうすると、まあ、最初にお見せしたもので、地図のタイプが違うという状態になりました。はい、そうですね、はい、で、あと、あのプレイグラウンドブックお買い求めいただいてお持ちの方はですね、この、初めにのソースコード、地図タイプの例と Undo Redo 付きということで、ここにですね、例えばここ、この下の方のこの部分ですね、ここに地図のタイプ書いてあったり、それからペンシルキッドだから、これか、ペンシルキッドの中にはですね、あ、さっき勘違いしました、あ、いいんだな、キャンバスビュー、これをバインディングにしてですね、でさらに上の方にエンバイロメントでアンドゥーマネージャー入れてアンドゥーできるようにしてると。でこれをコード実行すると、この取り消し戻すですね、書いたもの、取り消し戻すですね、例えば2345 6とかってするとこう消えていく、戻すということが、あのできるようになると。でこれもあのソースコード見ていただければ分かりますが、本当に非常に少ないコードでですね、こういうことができるようになってますので、こちらも、興味ある方はですね、ぜひご体験いただければというふうに思います。はい、それでは、このセッション、以上で終わります。はい、どうもご清聴ありがとうございました。